皆さんは脳の中に何があるかご存知ですか？そこにあるのはたくさんの神経細胞です。人の脳の場合には1000億あると言われています。こういう神経細胞がたくさんつながり合ってきれいな神経回路網を作ります。いわば脳の設計図です。で、ここにお示ししたのが小脳でこれまで調べられてきた神経回路網、小脳の設計図です。伊藤正夫。およそ3000人の研究者を擁する理化学研究所で脳科学総合研究センター特別顧問を務めています。伊藤は小脳研究における世界的権威、小脳の記憶システムを解明し脳科学研究に貢献してきました。半世紀以上にわたり数えきれないほどの失敗を繰り返しながら取り組んできた実験の数々。伊藤がそれほどまでに魅せられた脳の世界とは。人間の脳は大きく2つに分かれ、大脳は思考を、小脳は運動を司ると言われてきました。小脳には記憶装置が備わっており、その特徴は体で覚えるという点。例えば野球選手は速さ150キロものボールを打つことができます。これは反復練習によりボールを打つ運動のモデルが小脳で記憶されているから。いわゆる考えるよりも先に体が動くという状態です。しかし小脳は無意識レベルで記憶を蓄積し、このような運動だけではなく物事を考える大脳の働きを助け、思考にも関わっているということが分かったのです。その小脳の記憶装置の存在を証明したのが伊藤正夫。研究を通じ伊藤の中で脳科学と人生観が結びついていきました。我々は生まれてから一生の間いろんなことを経験し、いろんなことを記憶して、自分自身というものを作り上げていくわけですけども、それをモデルを作るというね、そういう見方で考えると分かりやすいと思うんですよね。学校ではある教育によって急速にそういうモデルを作るんですけども、多分実社会に出るとそれはそのままでは使い物にならなくて、実社会に合わせてそれを修正するということを我々は実際にはやってる。だから一生を通じてその人が自身が経験したことをどんどん織り込んで自分型のモデルを作っていかないとダメだというのが持論なんですね、私のね。自分型のモデルを作り上げる、それは自己の人間性を形成すると同時に人生を小脳に記憶すること。伊藤自身の自分型モデルの構築には多くの人との出会いと小脳の研究がありました。1928年、昭和3年、愛知県生まれ。勤労動員として工場で働いたこともある太平洋戦争の経験者です。1945年終戦、日本は当時化学戦に負けたという意識が強く、科学技術の発展が国の再興になると考えられ、伊藤も工学や理学を学ぼうと高校へ進学しました。しかしそれを邪魔するかのように何日も続く微熱、病名は当時不治の病として恐れられていた肺浸潤でした。
失意の中入院した結核療養所。しかしここで人生を左右する大きな出会いが待っていました。まあ、ちょうど偶然ですけど、隣の部屋にその頃あの名古屋大学の医学部の医局にいた若いお医者さんが入ってたんですね。お医者さんが自分で結核になっちゃって、それで入院されてたんで、その先生とほとんど毎日のように夕方になるとベランダへ出てきて話をするということをしましたね。で、まあ、あの今から考えるとやっぱり素晴らしい先生で、ものすごい情熱、研究というものにすごい情熱のある人で、私あんまり興味はなかったんだけど、あとも医学部に入って研究しろと言い出して、まあどうかなと思って、自分のやりたいこととちょっとなんかあんまり臨床医学っていうのは方向が違うんじゃないかなんて言ったら、いや医学部っていうのは非常に、医学っていうのは非常に広いから、どこにでもなんか自分の気に入った居心地のいい場所が必ず見つかるから、そんなこと言わないでやれという、そんな話ですね。そこまで医学を勉強しようという気持ちは全くなかったんですけども、それは非常に考えを変えた転機だったですね。こうして医学の道を志した伊藤は東京大学医学部を受験。見事合格し、希望を胸に上京を果たしました。しかし授業が始まると、今度は伊藤の心が抵抗し始めます。当時の医学は覚えることばかりで理屈がなく、伊藤は魅力を感じなかったのです。東京大学卒業後も医学に情熱を持つことができなかった伊藤は、ある生理学の教授から熊本大学へと誘われます。生理学とは生物の生きる仕組みを研究する分野。当時の熊本大学は十分な設備はありませんでしたが、その分一から自分のやりたいことができました。当時はそれもあの熊本城の中にあった弊社をそのまま転用してね、大学の研究室が作ってあった。ですから木造の、まあ、なんか武骨な建物の中をなんか区切りしてね、仕切りをして、それで実験室を作った。で、まあ何にもないですし、でそれをまあ買うお金もないし、買う方策もないという状況だったんですけども、まあ、幸い、まあ、増幅器だとかオシロスコープだっていうのは だいたい自分で作れるようになってた。装置を自分で組み立て、意気揚々と臨んだ脳の研究。最も創造性が必要なこの分野で、医者ではなく研究者として伊藤はついに自分の場所を見つけたのです。伊藤の小脳に記憶されている、医学には自分の気に入る場所が必ず見つかるという言葉の意味を強く実感しました。一番困ったのは振動がひどくてね、廊下を人が歩くとあのガタガタ震えてね、微小電極が飛び出しちゃうわけですよね、細胞にせっかく入ってるのに。だから外を人が歩くと大きな声で怒鳴って、歩かないでくれってやってるわけで、である日ものすごい勢いで怒鳴ってね、それでも止まらないから飛び出して行ったら学部長先生だったんで、もう本当に穴が開いれば入りたいようなそういうことありましたね。伊藤の熊本での研究は世界の脳研究の先端を行くものでした。また十分ではない環境が我慢して諦めないという伊藤の自分型モデルを形成し、研究者としても大きく成長。いくつかの論文を発表した後、東京へ戻りました。ある日伊藤のもとに一通の手紙が届きます。
差出人はなんと脳研究の分野で高名なオーストラリアのジョン・エックルス教授。その内容は伊藤の研究論文に対するもので、よかったらキャンベラの研究室へ来ないかと書かれていました。脳研究を始めたばかりの伊藤にとって、まさに目もくらむような大家からの誘い。期待と喜びを胸に、1959年1月、結婚3年目の妻と共に横浜を出港しました。キャンベラに到着してからは驚きの連続でした。できたばかりのオーストラリア国立大学の研究室は、日本では考えられないほど最新の設備で、世界中から多くの研究者が集まっていました。しかし一番の驚きはエックルス教授その人。今まで出会ったことのないような人物でした。エックルスさん、あの頃は、僕が行った頃は50代の終わりですね、60に近い年だったんですけども、まあしかしものすごい元気で、で実際にどんなね仕事してたかというと、まあ今はまあほとんど使えなくなってるんですけど、まあ、当時は麻酔した猫を使ってたんだね。猫の脊髄にこう針入れていくんですけども、この針がどこ行くかなんかもう頭の中の地図の中で全くよく分かってるような感じなんですね。でこれはすごい経験を積んだ潜水艦の艦長みたいな感じでね、こう当時シールドしたね暗い部屋の中でケーキがこういっぱい並んでる前 で赤い電気が天井についてて、だから赤い暗い雰囲気の中でね、なんか微小電極操ってると、次はどこ行けって、次そこ行くと何があるぞって、もう手のひらで刺すようによく分かってる。もう僕なんてもう例えば刺激のスイッチが押せっていうのマウマウすると怒られるしね。もう本当に一実験終わると冷や汗びっしょりかいちゃって、研究室の中では、まあ、さっき艦長散ったけど鬼みたいな感じがする状態よかった。もうそれは凄まじいですね。エックルス教授は脳研究だけではなく研究者としても伊藤に大きな影響を与えました。エックルス教授という大きなモデルを通じて得た研究者としての誇りや厳しさ、それらを伊藤は自分型モデルとして着実に身につけていったのです。3年後、日本の脳研究の発展を考え東京に戻ることを決意。伊藤は東京大学で助教授となります。そこで10名ほどの仲間による伊藤を中心とした脳研究チームが出来上がりました。私がまあ医学部の学生の時、もう少ししたら伊藤さんがオーストラリアから帰ってくるから一緒にやったらどうかって勧められてまして、小畑さんはキャンベラから戻った伊藤と共に研究を行いました。現在も同じ脳科学総合研究センターで研究を続けています。まあ、ヨーロッパ式の最先端の実験を伊藤先生が持ち帰られて、それで非常にまあためにっていうか勉強になりましたですね。そういうガラス器具を洗ったりするのも非常に自分でやって、まあ、壊したりすると非常に怒られたりしてましたですね。研究に対しては厳しい姿を見せていた伊藤ですが、家庭ではどのような顔を見せていたのでしょう。マナ娘のゆかりさんに聞いてみました。私が小さかった時にはほとんど家にいなかったような気がします。で日曜日になると、まあ、一応家にはいるんですけれども、遊んでもらったっていう思い出はあまりなくって、一日中お布団の中で過ごして、なんかこう本を読みながら勉強しながらこうブツ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 
いろんななんか考え事をしているっていう、小さい時にはそういった印象でした。うん、まあ正直言って無我夢中でねやってて、うん、あんまり遊ばなくて悪かったなと思うんだけども、それでも日曜日うちにいるとこの兄のね、兄の南と2人でもうペタッとくっついてきてねなんかこっちの寝そべってなんかやってると、まあそういうそれはなんか嬉しいような気持ちがよく覚えてますね。いや多分外ではそういったあの決断力とか行動力はあったかと思うんですけれども、家の中ではあの概してのんびり、うん、のんびりしてましたね。でよく鼻歌を歌って踊ったりとかそういうこともしていました。東京大学に戻り、伊藤は引き続きキャンベラ時代からの研究テーマに取り組みました。しかし技術的な問題から実験は失敗続き、意を決した伊藤はテーマを自分のやりたいことに変更します。するとある重大なことを発見したのです。それは運動を起こす感覚刺激や大脳の指令信号を処理して送り出す小脳のプリキンエ細胞が他の細胞にブレーキをかけて抑制し、巧みな信号の伝達を可能にしているということ。これには驚きました。それはエックルス教授の考える説と反するものだったからです。その頃エックルス教授はノーベル生理学医学賞を受賞し、名実ともに脳研究の世界的権威となっていました。伊藤はもちろん世界中の科学者が教授の理論を信じていたのです。もし伊藤の発見が認められれば、これまでの脳研究を覆す大発見です。伊藤は複雑な思いで恐る恐るエックルス教授へ手紙を書きます。しかしいつまで待っても返事がありません。仕方なく教授の研究室にいる友人に聞いてみると、大騒ぎになっているとのことでした。ようやく来たエックルス教授の手紙には、なんと本当に小脳を刺激したのか、別のところを刺激したのではないかという疑念が綴られていました。伊藤は呆然とします。自分の発見を理論で否定するのではなく、単純なミスと疑われるとは。すぐに反論の手紙を書きました。ちょっとがっかりしたというか、まあ、びっくりして、そんなことはないという手紙を書いた。先生はそんなこと言うなら3年間キャンベラで私が勉強したことはみんな間違ってるのかという、まあ、ひどいこと書いたそれ今から考えると冷や汗が出ますけども、そんなこと書いたんですね本当に。でまあ、なんかあの一緒にいた若い人たちはそういうことはあるかもしれんと言い出してるけども、先生は依然としてそんなはずはないと言ってるというそんな手紙が来たことありましたね。だから先生自身も手紙をよこして、みんななんか信用しだしてるけども、俺はまだよくわからんと、そういうことが書いた。師と弟子2人の意見は対立したまま、およそ半年が過ぎました。しかし伊藤は自分の発見を認めさせることを諦めませんでした。でもまあその後しばらくして、何ヶ月かして先生はあの日本へやってきたんですね。で羽田へ、それ学会があってやってきたんですけど、羽田へ迎えに行ったら、あの分かった分かったとか言って、それでまあ一緒に本を書こうって、エックル先生っていう方は非常にあの主張が強いんだけども柔軟性がある。まあエックル先生がこのことに関してはね、プルキン細胞の抑制作用に関しては、まあ、自分が間違ったとは言えないもんだから、分かったから本を一緒に書こうという、まあ、最大限のなんか
譲歩してくれたと思いますね。こうして1967年、神経機械としての小脳を出版し、伊藤らは小脳の設計図を発表。小脳の回路をコンピュータ回路のように表し、大きな反響を呼びます。脳の中の実際 の、まあ、あの神経回路の働きというものを示して、今後さらにどういうあの生理学的研究を進めると、まあ、記憶であるとか、まあ、大脳 の、 あの考えたことが実際に運動にうまくいく時の、まあ、小脳の関与であるとか、可能性っていうか将来のことを、まあ、サジェッションを、まあ、あの与えた本だと思いますね。執念が実り、一躍時の人となった伊藤は、小脳のさまざまな国際会議に出席しました。しかし、ある論文との出会いから、小脳の記憶装置の存在を証明するためのさらなる茨の道が始まります。きっかけは1969年、ケンブリッジ大学の学生デイビッド・マーが発表した小脳の回路網理論でした。それは、小脳の回路には記憶装置として働く場所が必要。記憶装置を持つ小脳の回路は学習能力を持つコンピューターになるというもの。伊藤はこの論文を読み驚愕します。伊藤らでさえわからなかった小脳の設計図の動かし方を、まだ若いマーが発表したのです。ただこの時点ではまだ理論に過ぎず、実証はされていませんでした。有名な先生でなくてね、全く無名の白面の、これ応用数学の若い学生ですよ、ケンブリッジのね。それが出してきたってんで、もう二重の驚きだったんですね。で、ああいう綺麗な神経回路網を見てね、これどういうふうに働くんでしょうかって、あのそのシンポジウムなんかでいろんな、もう世界中の大家に聞いても誰も答えができない、そんな図面じゃラジオもできないじゃないかって冷やかされるような状態だったんですけど、それ本当に真面目に取り組んで、シナプス可塑性を仮説として導入すると、あの綺麗な絵が本当にコンピューターみたいに働くということを示す理論だったわけですね。だから、わーってこの設計図の読み方を考えた人が、本気で考えた人があったっていう。この記憶装置は信号を受け渡す場所であるシナプスに存在する。マーはシナプスが正しい信号の伝達を学習し、そのモデルを記憶すると仮定しました。そして伊藤をはじめとして世界中がこれを探し始めたのです。しかし、主な研究室で実験はことごとく失敗。誰もがマーの仮説を信じようとしませんでした。その中でただ一人、伊藤だけがマーの仮説を証明しなければ、あの綺麗な小脳の設計図の意味がなくなってしまう。小脳の記憶装置は必ずあると信じて研究を続けたのです。しかし、10年が過ぎても確固たる証拠は見つかりません。伊藤がマーの理論にこだわるのにはもう一つ別の理由もありました。マーにはもう時間がなかったのです。白血病に侵され、世界中から信用されないまま、その生涯を終えようとしていたのです。あるはずだと思ってるのに、できないからといってやめるわけにいかない。あっちまで10年経っちゃったんですね。それでマーに会って、やっぱりね、マーに会って、あ、もう彼もあんまり長く生きてないかもしれないし、これもこの辺で決着つけないと彼にもすまんなという気はしましたよね。これは1980年、
ついに伊藤は小脳の記憶装置の確固たる証拠を見つけ出します。小脳の回路の中では失敗した信号に誤差と知らせる信号が届き、長期にわたり抑圧、それを何度も繰り返すうちに正しい信号を通すシナプスだけが残って働くようになるのです。このようにして小脳に正しい働きの運動モデルを作り記憶しているのです。長期抑圧が起こることを実証したこの研究成果により、ついに世界が2人を認めたのです。伊藤とマー、2人が直接顔を合わせたのはたった一度きりでした。ハーバード行った時にセミナーやったら彼が来てて、本当に立ち話で挨拶しただけですけども、僕は会場から出ようと思ったら呼び止められて、ドクター伊藤とか言って呼び止められて、自分はデイビッド・マーだって言うから僕はびっくりしちゃってそしたら、なんかあなたと10年間会いたいと思ってましたって言って握手してくれて、それでまあ来年日本へ行くからその時にまたお会いできるかもしれませんねっていう話だったんですね。とかまあ来年来れないでもう亡くなっちゃったっていうことで、本当に1回しかないんですね、チャンスがね。伊藤が成功したことを聞いたマーの友人は彼に、お前の理論は伊藤が証明したから安心するようにと伝えました。その年の11月、マーは息を引き取りました。さまざまな人との出会いを力に研究者として人生を進み続ける伊藤正夫。小脳は人生のさまざまな困難を乗り越えるたびに修正を繰り返しながら自分型モデルを構築していきます。全然まだ未完成ですね。完成したっていうのはもうおしまいだってことじゃないのかなそれはね、できちゃったらね。じゃあ伊藤先生はまだまだ、いやまだまだそんな完成の域にはほど遠いし、まだやりたいこといっぱいあるもんね。現在も伊藤は日々研究室へと足を運び、小脳の働きを思考過程にまで掘り下げ、脳の仕組みを解明しようとしています。まあやっぱり分からないことがある、謎があるっていうのが非常にこう挑発しますね、こっちをね。分からんから諦めたっていう人もいるかもしれないけど、やっぱり謎があってどうしても理解はできない、しかし現実に我々は心を持ってると、心がどうして生まれるか分かんないんだけど、とにかくそれ心を持って何かやってるわけで、そのものすごく大きな謎ですよね。謎にやっぱりすごくこう挑発を感じる。それなんかそういう研究してるもののなんか背負ってるなんかですね、それ逃げられない、そういうとこからなかなか逃げられない、なんか少しでも手がかりがつくところまでやりたいっていうのは、まあ内心の気持ちですね。